こちらが何,何ですかこちらが核融合実験装置の JT60SA になります高さ16メートルあるこちらの装置中では1億度を超える超高温のプラズマを作り出す実験が行われる予定です 僕は本体この中に先ほどの装置が機器が設置されているということになります。原子核同士を融合させることでより重い原子核に変え莫大なエネルギーを発生させる核融合。47億年の間太陽で熱や光などを生み出し続けているのが この現象です燃料一グラムが石油八トン分のエネルギーに匹敵温室効果ガスを出さないため次世代エネルギーの切り札になるとも言われていますしっかりイノベーションを加速できるように有効的な取り組みを推進してまいりたいその核融合をめぐり 先月示されたのは日本として初めてまとめる国家戦略の案です今は2050年頃としている発電を実証する時期について前倒しも視野に研究開発を加速していくことなどが盛り込まれました 今あのこちらの方にプラズマがついておりますこれは過去の実験映像を使ったデモ画面です真ん中のピンクの部分は超高温のプラズマが発生していることを示しています夢のエネルギーとして期待される核融合ですが課題もあります一つは経済性です プラズマを作り出すために必要となる膨大な電力将来的に核融合で発電を行うためには装置を作り出す建設費などのコストを引き下げることが求められますさらに安全性についても原子力発電で行う核分裂と違い連鎖反応が起こらないため 事故のリスクは低いとされ核のゴミと呼ばれる高レベル放射性廃棄物も出ませんただ燃料として使うトリチウムや反応で発生する中性子など放射線のリスクは残ります放射性物質を取り扱ったりしますのでそこはあのやっぱり性 きちんと厳格に管理しないといけないといったところですで。そこをきちんと管理できれば安全性は高いんですが、やっぱり国民にですねその安全性をきちんと示して、で国民の理解を得て、まあ研究開発を進めていきたいというふうにも考えているところです。核融合をめぐっては、日本をはじめアメリカ、EU、中国など各国が協力してフランス南部に。 巨大な実験施設を建設中ですその一方で中国は去年独自の装置でプラズマ電流の新記録を達成と発表協力姿勢を見せる裏側ですでに自国有利での実用化に向けた熾烈な開発競争が始まっているのです。日本は 日本としては技術も持ってますしこれまで核融合研究の先端を走ってきたっていう自負もありますのでやはりそこは日本が先頭を立ってそういう開発をやっていきたいというふうには考えております若い頃核融合の研究開発を始めた頃はもうこの年になっている頃にはできてるかなと思ってたんですけどいつまでも夢って言ってるわけにはいかないでやっぱりそれを現実にしないといけないというふうには思ってますのでまなるべく早く。 1> 1日も早くです、ね、核融合エネルギーが実現するように、まあ、日々、努力していきたいなという,ふうに考えているところですテレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。